女性リスナー、ラジオネーム爆死シッチ、小木さん、八木さん、工務店チン、こんばんは。23歳、年間彼氏、23年間彼氏なしの処女なので、再来週が楽しみで仕方ありません。女性向け AV を見ると、キスの時間が長めで、キスの音がものすごいです。なので、小木さんと八木さんがキスをしたらいいと思います。ご検討ください。びちょびちょにしてください。いいの男同士のキスとかで、そんなさ。ああ。それで婚すんのかね。キスの音好きなんだ。ああ。チクチクチョーとか、そうなんだろうね。キスが好きなのかな、女性の。そうなのかね。参考になるよ。うん、で、あとこの前儀の前の。うん、前前儀ね。前前儀ね。イブイブね。イブイブ。23日だ。だ23日って言おう。うん、ね、うん。そうね。こういうのも大事なんだよ。大事か。あ、女性リスナーですよ、はい。ラジオネーム、モザイクイザモ。小木さん、八木さん、小牟田さん、こんばんは。31歳の女です。うん、私はキスをしながらするのがとても感じるので、エロいことを言いながらひたすらキスの音を聞かせてほしいです。かっこ悪い。ただの私のフェチシズムですね。ごめんなさい。ああ。そうなんだ。キスしながら。うん。エッチ？エッチが好き、女性は好きなんだ。好きなんだ。キスってそんなに重要なんだ。まあ、私はって書いてあるけどね。うん。でもなんか女の人よく言わないキスって。うん。キスしながらか。うん。へえ、でやらしいことを言ってたらいいんだ。うん。キスをしながらちょっとやらしいことを言うんだね。うん、ね。うん。やらしいことってね。ラジオネームナノ、女性をびしょびしょにする方法ですが、やはりセックスを連想させる言葉を会話に入れていくのがいいかと思います。そのソックス可愛いね。会社ではファックスとかはしないの？プレゼントをもらうときはどんなボックスが好みなど、相手に不審に思われない程度に自然に会話に入れていくのがいいかと思いますが、どうでしょう？セックスっぽい。ファックス。ソックス。ソックス。シックス。あ、シックスね。シックスね。うん、そうだね。シックスって昔中学生の時セックスに聞こえたよね。聞こえたね。必ずこそ必ずね。うん、そうなった。ニヤニヤしてたんですよね。そっか、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。シックス。ああ。なんかやってたな、ほんと懐かしい。やってたね。茨城県居酒屋店主。おじさん、八木さん、工務店さん、こんばんは。会話のところどころに、気持ちいい？ここ？やばい？とかをちょこちょこ挟めば、びしょびしょ間違いなしです。ああ。気持ちいい？気持ちいい。ああ。気持ちいい？そこ。そっか。それを入れてきゃいいんだ。え、ここ？え、やばい、ここ。もっと奥方がいい。奥のがいい？だから普通にそういう風にすればいいんだね。うん。こう。うん。いや、気持ちいいって何が？普通の会話でいられる？ああ、うん、気持ちいいね。うん。だから、こうだから、ちょっと、姿勢が悪いから、もちろんちゃんとこう。普通に座った方がいいよ。こういう風に、うん、そうそう。椅子をこうやって、椅子の背もたれをこうやってやって、うん。うん。そうそう。で、こう手上げて、時々こうやって、うん。伸ばすの？伸ばしてみ。どう？気持ちいい？気持ちいい。気持ちいい。え？そこどこ？どこ？どこ？ここ、どこ？ここ、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 なんかもう本当昔からあるコントじゃないのなんかマッサージみたいなことしてて、そうだね、影だけやってあれなんかやってるみたいなって、そうで部屋入るとなんかマッサージしてたみたいな、なんか毎度お騒がせしますとか何もあるね、あったあった、王道だこれも王道だね、うん、ラジオネーム売れない俳優 Z、 小木さん、八木さん、小牟田さん、こんばんは。女を濡らす方法ですが、うん、桃にかぶりつくのはどうでしょうか。
男の場合は、女がバナナを加えているところを見ると濡れてきますが、うん、女の場合は、男が桃にかぶりついたところが、まるで自分のケツにかぶりつかれているような、ずぶれ濡れになってしまうのでしょうか。ケツではないだろうね。ずぶれになってしまうのでしょうか。知らねえんだよ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 。そりゃそうだ、ケツじゃねえもん。だ桃はあのね、水分がすんごい含まれてるからね、うん、音がすごい出やすいんだよね、あれね。確かに、まさにあの、女子アナがなんかソーセージ食べたりとかっていうのってあれも、うん、ありますね。あるよね。必ず、うん、連想させるじゃん。いやらせるね、そういうこと。これの逆版って言われたらわかんなくない。桃とかを、うん、しかも結構水分があるじゃん、桃って。うん、それを、食べちゃう。うん、あれどうなの？ちょうどいいやつだよ、ほんとに。あの、桃を、ね、みずみずしい桃を男が、食べるのは、それちょっといいの？あ、いい！いいって言った！すげえ！いいって言ったよ。いいって言った。いいって言った。あ、ありだね。わかってんじゃん、ラジオネーム売れない俳優セット。お盆の帰省ラッシュで道路が渋滞してるかもしれないということでTBS ラジオメガネピーキー交通センターより現在までに入っている交通情報をお伝えします。それでは行くぜ、タカン。中央道上り八王子料金所付近混んでるかもしれないけど、なんだ苦しそうなの。八王子はあんまり行かないからな。ちょっとわかんないな。首都高3号渋谷線、うん、谷町ジャンクション、うん、通る。俺そこ谷町ジャンクション、うん、通るよ。アクション。こっからは見えないからな。混んでるかもしれないし、空いてるかもしれないし、困ったな。ごめんね。夜中の運転は眠くなりやすいので、居眠り運転には十分注意してください。ランカンバカ野郎。眠くなる前に十分な休憩をとってほしいな。なんか眠くなっちゃったな。ダンカン。甘えてる。なんでダンカンの？こちらからは以上です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。今日のメールテーマね、はい、女性をびしょびしょにさせる方法、うんうん、はい、ラジオネームルサンチマン、うん、女性を濡らせる方法ですが、怖い話が一番だと思いますよ、うん、いわゆる吊り橋効果ってやつです。怖い話をした後にエロい一言を言えば女性は簡単に濡れると思いますよ。あ、ドキドキしてるとこで、うん、あ、怖い話の後の、怖い話の後のエロって、でも夏だしいいんじゃない。うん、うん、怖い話をなんかした後に、え、うん、エロい一言。ああ。エロい一言。出て怖い話して最後にさ、うん、お前だとか。そうだね。そうやつじゃん。それでさっき、で、その出てきた男がいて、うんうん、2分後に、うん、また気になって、うん、後ろ見たら、うん、一番最初に、うん、高橋くんって話したの覚えてる？高橋くん、うん、うんうん、え、高橋くん？聞いたら高橋くんじゃなかった。高橋くん、何時間もったいないんですけど、何は途中で